今日紹介するのは、フォーシームスというカクテルになります。フォーシームスというのは、ミクソロジーの本にも載っています。でこれですね、バージョンがすごくたくさんあって、考えたのは4年前とかになりますかね、5年前かな、もうなると思います。でこのまあマスを使ったカクテルですね、ちょっと日本的なものを作ろうということもあったのと、あとは、一番最初作ったのは日本かシンガポールかどっちか用のカクテルの時に作ったんですね、向こうのイベントで使うように。でこのマスはですね、やっぱり日本酒を飲む時に使うと思うんですけど、ここに日本酒を飲む時に塩を乗せて飲んだりしますよね。でこの塩を乗せて飲むのは日本酒がやっぱりちょっと甘いの でそれをですね、塩を一緒に飲むことでこうバランスをとってやっぱ美味しく飲めるっていう、まあ、あの昔からある飲み方です。でマスに乗せて飲むという、まあ、飲み方を、まあ、一つのオマージュというかインスパイアを受けて作ったものになります。なのでフォーシームスっていうのは継ぎ目、シームスって継ぎ目っていう意味なんですけど、この4つの継ぎ目で味が変わるっていう意味でフォーシームスという名前を付けてます。なのでこのカクテルは、ここのマスの中にカクテルを入れて、この3つの角にですね、それぞれこのカクテルに相性がいいものとか、あとは味が変わるようなものとかを置くことによって、4つの味が楽しめるというような、カクテルになっています。これはですね、すごく好評でして、バージョンが今7とか8ぐらいまでありますかね。材料を変えたりとか置くものを変えたりすることによって、無限に生まれるカクテルです。これをですね、一番最初の、フォーシームスナンバーワンというものを今日は紹介したいと思います。はい。でベースはですね、ヒノキのこれはウォッカを使います。ヒノキのウォッカですね、ちょっとまあうちの特殊な作り方で作っているもので、岐阜の、ヒノキのおがくずをですね、香り付けにしたものになります。でもしこれがないという方はどうしようかな、何がいいかな、市販がいいかなと思います。市販のものでヒノキのお酒ってないので、まあ、漬け込むってこともできなくないんですけど、山椒のジンとかいいですかね。あの鹿児島の佐田総司さんっていうとこが出してる山椒のお酒とか、そういうの結構いいかなと。あとは黒文字の香りがする陽明さんが出してる、ジンがあって、それも合うかもしれないですね。ちょっと和素材をね、これやっぱ意識してるので、和素材系のもので使うと結構美味しいかなと思います。であとは、ベースとしてはやっぱサワーのカクテルがベースになってるので、レモンジュースと、あとは通常のシロップの代わりにこれは黒ごまのシロップですね。黒ごまをですね、まずあの軽く煎ります。で黒ごまを軽く煎ってから、あの香りが出てきますよね。でそしたらあの水と合わせてハンドブレンダーで攪拌します。まあ、攪拌しなくていいかな、そのまま手鍋でもいいかな。煎ります、お湯入れます、でそのまま一緒に煮ますと。でそうすると黒ごまの香りと味がバーッと出てくるので、そこで味をまず見ます。で見て、あ黒ごまの香りが結構してきたなと思ったら、一回その容量を、まあ、測っておいて、その容量と同じ分量の砂糖を加えていって煮詰めていって、最後こせばできます。はい、これ黒ごまのシロップですね。これ白ごまもいけますし、黒ごま両方とも大丈夫です。そしてこれあと卵白になります。で四隅につけるのは、カシスの、パウダーですね。こんな感じ。はい、カシスのパウダーと、あとは今日はだし塩ですね。だし塩、これ市販のものでもいいし、だしをですねパウダー状に乾燥させたものを普通の塩に混ぜているものでもいいです。このカクテルにやっぱ一番合うのは実はこれ味噌なんですね。でこれ味噌はうちは自家製で作ってますが、市販でもし売ってたら使うといいと思います。自家製で作る場合は味噌をですね、一回クッキングシートにこう薄く伸ばしてですね、で少しまあ焼き目をつけてもいいし、まあ、そのままでもいいと思います。乾燥まずさせます。で乾燥させてから、この乾燥した味噌を、まあ、ちょっとパキパキ割ってから、ミルミキサー、コーヒーを豆砕くやつですね、あの中に入れて、粉砕にするとこういうふうに味噌のパウダーができます。これですね、醤油もできます。なので自家製でこういうパウダー使うと料理にも使えるので結構重宝します。今日はこの材料を使って作っていきたいと思います。まずヒノキのウォッカですね。これ45ミリ。このサワーのカクテルのレシピの鉄板は、ベースが45ミリ、海外は50ミリですね。大体日本だと45ミリぐらいで、レモンジュースが20ミリ入れます。そして甘みが、10ミリ入れます。2対1の割合が比較的失敗しないで作れると思います。でポイントはですね、やっぱりこの2つのフレーバーなんですね。
バージョンを作るときに考えるのは、このヒノキのフレーバーとこの要は黒ごまのフレーバーが合うので、この2つを選んでるんです。だからこれを変えるとすると、これも変えます。もちろんこの黒ごまに相性がいいものがここにあればもちろんいいんですけど、もし違う例えばものを使いたい、例えばほうじ茶を使って作りたいってなった場合には、ほうじ茶の例えば、ラムでもいいし、ほうじ茶の例えばバーボンを使って、レモンを入れます。でここは何にするかといったら、まあ無難でいくとバニラのシロップとかも合うし、あとスモークのシロップもあったりとか、スモークパプリカみたいな素材もあったりします。なんでこうほうじ茶の香ばしい感じの重い感じで作るか、ほうじ茶を使ってちょっと軽めで作るかっていうと、ここにはマーマレードを入れてあげても美味しいし、あとアプリコットみたいなやつを入れても美味しいと思います。そういう風にこうアレンジを考えていきます。なんで変えるときはこの2つを変えるのがいいですね。次は卵白。うちは冷凍卵白を使うので、冷凍卵白でだいたい 40ml ぐらい入れます。30だと実はちょっと少ないので、これぐらい入れます。でこれを1回泡立てます。これぐらいですね。まあ、いわゆるこうエアシェイクって、これ何も入れずにこうシェイクして泡立ったりとか、あとはこのバネですね、これを入れて、こう振って泡立てるってやり方もちょっとあるんですけど、やっぱり営業中で一番早くて一番まあ泡立てやすいのはこのやり方が一番いいと思います。はい、美味しいと思います。ではこれシェイクしていきます。このカクテルは、カチ割りより製氷機の方が綺麗にまとまります。泡立ちもやっぱり良くなるので、カチ割りよりはちょっと実は加水量がいるので、製氷機の方が合います。しっかりめですね、シェイクして注ぎます。ですね、分かりますかね、綺麗に豆腐みたいじゃないですか。まず味噌、ちょん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 と、塩、ちょん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 、カシス、はい、カクテルブックでは上にナスタチウムを置いてるんですけど、ここにまあちょっと金箔を置いたりとか、あとちょっと抹茶振ったりしてもいいかなと思います。完成しました。フォーシームスです。和の、雰囲気がすごく強くて、飲みやすいカクテルです。割とこう誰でも飲める、さっぱりして重くなく、でかつ味わいとしては、この四隅に置いてもので味が変わるという、ちょっとミクソロジーっぽいカクテルになりますね。本にも書いてあると思うんですけど、いろんなバリエーションがあるので、ぜひ自分のオリジナルのマイクフォーシームスを作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ミクソロジーチャンネルは他にもたくさんのカクテルを紹介しております。ぜひ他の動画もご覧ください。それではまたね。